クリスティアン・クムはドイツ・フランクフルト出身のサッカー選手。BBB ・フェンロー所属。ポジションは DF。ドイツのフランクフルトで1985年に生まれたが生後半年でオランダに移住した。また、クムの父親はドイツ人、母親はオランダ人である。クムは DSO というアマチュアクラブでサッカーを始め、後にフェイエノールトにスカウトされた。 その後、RVC ライスワイクを経て、アドデンハーグの下部組織に加入した。2006年1月29日、PSV アイントホーフェン戦で、トップチームデビューを果たした。2012年7月1日、SC ヘーレンフェーンに移籍した。膝の負傷のため、デビュー戦は11月5日の PC ズボレ戦であったが、デビュー後は、持ち前のユーティリティ性を活かして、CB や、 LSB、LS RSB など最終ラインのすべてをカバーした。2014年6月24日、FC ユトレヒトにフリーで移籍した。2016年8月19日、昨シーズンの冬より接触のあった、ローダ・ジェシーへと移籍し、2年契約を結んだ。2018年6月25日、BBB ・フェンローと1年契約を交わした。本職は CB だが、 両足を遜色使いこなせるため、左右両方のサイドバックに対応できる。ありがとうございます。